はい、2級の試験、あと5分で試験が始まります。スキーの2級です。どの斜面で、前講習受けてないんでどの斜面で滑るか分かるんですけど、受けた後、不合格になっても、合格になっても、どこで滑ったか、コース紹介します。時間があればね、リフトが今日ないとはないんで時間があればですけど、1級がどの不整地で滑ったかも分かれば、コース紹介しようと思います。僕は2級受けますけど、多分1級と行動を同じするんじゃないかと思ったから、ゼッケンは16です。16、ここにさ和紙のステッカー貼ったんで見えました大丈夫でしょ、思いつきでもう受けることになったんで、天候、雪降ってきたな、ゴーグルしてないけど、ゴーグルなしだけど、はい、思いつきなんで練習してないし板も選んでないけど、まあ、頑張りたいと思います。じゃあね、このまま真っ直ぐで、あ、別に、あ、まあいいや。じゃあ後で。